フレーバーミルクは甘みをつけた入飲料で牛乳、砂糖、着色料、そして人工、または天然の香料から作られる。フレーバーミルクはしばしば超高温加熱処理法により殺菌され、牛乳と比べて賞味期限が長くなる。あらかじめ混ぜたものが他の入飲料と一緒に冷蔵ケースで売られるほか、自分で牛乳に溶かして使う粉末やシロップ。 味をつけたストロー等も売られている。フレーバーミルクは、砂糖、着色料、そして多くは安価な人工香料を含み、特に子供に対して牛乳を飲みやすくするものである。人工香料の例として、いちごの香りをつけるために、エチルメチルフェニルグリシデートを用いることである。牛乳に加える粉末や、すでに混合した入飲料として売られている。ストローに、 味がついているものもあり、またビタミンやミネラルを補給できるものもある。インドアタイ陸では瓶入りのスパイスミルクに人気がある。オーストラリアは世界で最もフレーバーミルクの消費率が高く、2004年には1人あたり9.5リットルに達した。長年にわたって中西部の牛乳会社であるケンプスがバナナ味のモンキービジネスを含めて様々なフレーバーミルクを市場に出していた。 人々の思い込みに反し、その入院料には本物のバナナは含まれていなかった。フレーバーミルクはオーストラリアの南オーストラリア州と西オーストラリア州で特に人気がある。2013年のサンデータイムズの記事は西オーストラリア州はオーストラリアのフレーバーミルクの首都であり、2億2000万ドルの産業。 一人当たり平均消費量19リットル、アイスコーヒーだけで40種類が入手できると報じた。同様に、2006年のアデレードアドバタイザーは、南オーストラリア州は、毎年4500万リットルのフレーバーミルクを消費し、82%のシェアをファーマーズユニオンブランドが占めていると報じた。アジア太平洋地域で最大のボトラーの一つである、コカ・コーラ・アマチルによると、 南オーストラリア州はフレーバーミルクの売り上げがコーラの売り上げを上回る唯一の地域である。著名料理人のジェイミー・オリバーは公立学校がカフェテリアでフレーバーミルクを提供していることについてアメリカ合衆国で議論を呼んだ。賛成派はフレーバーミルクによりそれなしでは牛乳を飲まなかった子供たちが栄養を取れるようになり、 牛乳の利益はスプーン一杯の砂糖より重いと主張している。反対派は肥満や心臓病の割合が上がっており、子供たちは普通の牛乳を飲むように教えられるべきだと主張している。90以上のフレーバーミルクを対象とした2018年の調査で、フレーバーミルクは同量のソフトドリンクに匹敵する砂糖を含み、最も売上の良いブランドの多くは一杯あたり1日の 推奨量にあたる砂糖を含んでいることが明らかとなった。ありがとうございます。